今日は、胸を開いていく、胸をねこう大きく開くっていうことをしてみたいと思います。なんであの胸を開いた方がいいかっていうと、こう胸をね、どうしてもねこう疲れてきたり、なんかこう自信がなくなってくるとこう猫背になったり、ね、胸が狭まってきます、ね、こうなのでこう胸を、ね、ピッとこう張ることによって意識もね少し変わってきますので、ぜひね、この方法を取り入れてみてください。まず、仰向けに寝てみましょう。仰向けに寝てみます。そして右足を立てて左の膝のあたりに足の裏をつけてみます。左手で右の足の外側を持ったままゆっくり左の床の方に倒してみます。でこのままですね、右肩浮いてしまわないようになるべく床の方に近づけてみる。そのまま右手をですね、頭の上の天井の方に伸ばしていきます。このまま少し保って、でゆっくりですね、右の床の方に腕をまっすぐ伸ばしていきます。このまま腰はねじれる、胸は開くという形で保ってみましょう。なるべく右の肩は浮かないように保ってみます。でゆっくり元に戻して、右足を下ろして、また仰向けでちょっとお休みしています。今どんな感じかなっていうことを心の中で感じてみましょう。で今度は左足を立てて、右の足の膝の方に足の裏を向いてみます。このまま右手で左の足の外側を持ったままゆっくり倒してみます。でなるべく左の肩は浮かないようにしてみる。少し保ってみます。でこのまま左手を天井に上げて床の方に下ろしていきます。このままゆっくり保ってみる。そしたら今度は左の方にゆっくり手を広げていきます。左まっすぐです。胸を開いて腰をひねっています。なるべく左の肩を浮かないように保って、少しずつリラックスしていきます。でゆっくり元に戻して、はい、また仰向けになって今体がどういう状態なのかなとか、ちょっと腰が痛いなとか、なんかいろんなことをね、こう体の感覚に耳を心をね傾けてみましょう。で終わりましたらゆっくり起き上がって、こんな感じで、少しね胸を開くような動作をね、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。